皆さんこんにちは。ここはですね、はい、シャチホコっていうかね、なんか金のね、なんかタイみたいなやつで有名な近鉄じゃねえわ、名鉄名古屋駅に来ております。今回なんですけど、はい、パノラマスーパーっていうね、名鉄のなんかすっごい特急に乗ってきたということでね、紹介してまいりたいと思います。もう早速乗車してるんですけどね、はい、もうゆっくりと紹介していきたいと思いますのでね、今回の動画も最後までよろしくお願いいたします。ということでね、早速業務用スーパー、パノラマスーパーはですね、名鉄名古屋駅を出ると金山、神宮前、知立、東岡崎、豊橋の順に泊まりと思います。次の停車駅は金山です。金山を出ますと次は神宮前に泊まります。はい、今見ていただいている車窓はどっかの車窓だと思います。多分愛知県内の車窓だと思います。そしてなんかいつの間にかにですね、全面展望行っとるやんということでね、はい、全面展望行っております。詳しくはですね、概要欄をご覧ください。はい、ただいま名鉄電車と並走しておりましてね、いやトマトみたいな電車ですね。蒸したトマトみたいなね、はい、潰したトマトみたいな色してますね、名鉄の、はい、普通電車ってね。で、今日たまにっていうかね、今日ちょっと声がおかしいかもしれませんがね、ご了承ください。そして列車はですね、神宮前かな金山かどっちかを忘れたんですけど、どっちかの駅に到着しました。次の駅はどっちかの駅です。はい、高いですね、やっぱり。なんか標高が高いですね。そしてですね、この日はですね、旅人よっちゃんさんと寺尾くんと春にきと乗っていたということでね、はい、なんか座席の紹介しておりますね、今。はい、ですね、まずこれぐらい倒れます。リクライニングはですね、これぐらい倒れます。ふざけてますね、やってますね。で、手すりはこれぐらい、手すり、はい、で、前は結構伸ばせるんですよね。はい、これ寺尾くん取ってくれてます。で、足も、結構伸ばせます。そしてグッとグッとしてますね。はい、はい、天井はこんな感じです。天井はですね、なんかカルピスの、はい、原液を薄めた感じの色してますね。はい、そしてなんか東京スカイツリーがちょっと右手に見えますね。はい、で、左側にアベノハルカスが見えます。そして足が置けるってこれいいですよね。スーパーハクトでもこういうのがあるんでね、ちょっといいですよね。はい、で、意外とね、これ前にね、でかいんですよ。前に置く場所が、なんて言うんだろうね、この全面展望ってなんかすごいんですよね。はい、もう語彙力がないんですけど、はい、JR 東海の車両とすれ違っていきます。そして緑色の高架を、くぐっていきます。なんか直線が続いていますね。なんて綺麗なんだね。で、なんか三脚を使ってですね、寺尾くんっていう方がね、めっちゃなんか写真っていうか動画を撮っていましてね、面白かったです。そして空き地が広がってますね。空き地といえばですね、俺はジャイアンが来た一生って言いながらね、なんかコンサートしてる人がいますけどね、僕もまたしてみたいと思います。そしてね、はい、なんか潰したトマトが通過していきます。2両って可愛いですね。2両ってね、こっちは6両ぐらいですよ。なんか存在感が半端ないですね。で、列車はですね、どっかの駅に到着いたしました。どこの駅だろうね、ここ。なんか高いんでね、とりあえずどこやろうね。はい、どっかの駅です。多分ですよ、知立駅に到着。そして向こう側のホームには、潰したトマトが入線してきております。列車はですね、知立駅を出ますと次はなんと終点の豊橋に止まるということでね、あ、ごめんなさい、多分今の東岡崎ですね。知立ですね。はい、次の停車駅が知立です。知立から東岡崎の間って結構止まらないんですよね。だいたい20分ぐらい止まらないということでね、まあ京都線の新快速みたいですね。はい、知りませんけど、はい、なんか大阪環状線みたいなね、立地してるね、どっかを通っていきます。ほんまに大阪環状線みたいですね。で、住宅街が広がっていますね。住宅街、この地域は過密なんかね、よくわからないんですけど、過密地域ですね。はい、で、爆速でなんか、はい、走っていきます。もうすぐね、はい、今通過してる駅はですね、なんとどっかの駅です。はい、次はどっかの駅を通過します。列車はなんと綺麗なんですよね、これ車内が。ほら、前に潰したトマトみたいなのがね、走ってますね。はい、で、また後ろおるんかということでね、この後また前行くんでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、前の方に行きました。ただいま停車している駅がですね、知立駅だと思います。これね、なんか支線があるんかな、なんかどっかに路線が伸びてたと思うんですけど、はい、なんか知立駅から路線って伸びてますかね。あ、伸びてましたね。はい、潰したトマトが見えます。これ何線ですかね、ちょっと僕よくわからないんですけど、犬山線ですかね。
空港線かちょっとよう分かりませんね。そして潰したトマトと通過します。で、なんか大きく旋回をしていきます。旋回、はい、左に旋回していきますね。ただいま高度、2フィートということでね、はい、飛んでおります。飛んでませんね、はい、何を言うてるんだってね、はい、左側にはですね、なんか高架みたいなのがありましたね。そこなんか新しくそこを走るみたいですよ。来年か一昨年じゃないわ、3年後ぐらいにはですね、はい。そしてね、これ全面展望で駅を通過する姿は本当に最高ですね。ただいま通過している駅はですね、日本のどっかの駅だと思います。はい、飛ばします。そしてこの電光掲示板にですね、はい、快速特急と書いていますね、はい、快速特急でしたね。で、豊橋行き、次の停車駅は東岡崎ということでね、走っております。ただいまね、なんか草原みたいなところを走っていますね。モーリーファンタジーみたいなとこを走っていますね。で、上を見てみますとね、なんと雲一つある、なんという天気でしょうかね。はい、もう語彙力がね、今日はないんですよね。もうのんびり編集してるもんでね、はい。あと急にね、なんか編集 し始めたんでね、ちょっと声があんまりやる気ないですね、はい。そしてどっかの駅を通過しました。これ右側にはですね、車両基地があった気がするんですけど、気のせいかな、ようわかりませんね。そしてですね、なんと対向車とすれ違います。さっきからですね、潰したトマトとしかすれ違わないんですけど、どういうことですか。2両か3両か4両しかいません。そして列車はですね、どっかの川、あ、間違えましたね、これどっかの海、はい、上海、あ、南海を通過していっていますね、はい。で、どっかの駅、多分どこやろ、これ本当にわからないんですよね、一つ一つの駅がですね。とりあえずちっちゃいってことがありますね。だからちっちゃい駅でいいかな、はい。どっかの駅到着、どっかの駅を発車しました。東岡崎ですね。岡崎といえば何の名物かわかりますか。岡崎といえばですね、観光ができるんですよね、はい。行ったことないんですけど、まあ、皆さんもですね、岡崎に訪れた際にはですね、ぜひ降りてみてください。そしてなんかここで電光掲示板にね、ただいま96キロとか97キロとか表示されてるんですよ、速度計がね。まあ速度計が表示される特急列車って結構珍しくないですか。その全面展望とか表示される列車とかって結構あると思うんですけど、速度計がちょっとね、あるってね、珍しくないですか、知らんけど。で、ミュースカイと通過していって、なんかカーブですね、カーブのなんか、はい、かかってる、はい、駅を通過していきました。はい、そしてここで車と並走します。車の時速はわずか29マイルということで、走っております。全面展望はこんな感じです。ずっと直線が続いていますね。これ遠近法でね、前のね、線路が細く見えるんですけどね、それは大間違いです。そして高速道路が見えます。山がつながってますね。これは何山でしょうね、何山って言ってね、はいね、これエベレストですかね、富士山ですかね、ちょっとようわからないんですけどね。とりあえず高架区間に上がります。どっかの駅通過するんですかね、高架区間に上がったってことは。はい、どこも通過しないままですね、なんか俺僕視点の動画になりましたね、はい。なんかうざいですね、早く画面が切り替わらないからね、早く画面が切り替わってほしいですね。早く切り替われよ、何をしとんねん俺は、早く何ピースしてんだよ、おらー。はい、駅を通過しております。潰れたトマトが2体いましたね、はい。そして潰れたトマトが、3体目ですね。なんか梅干しに見えてきた。これなんて呼べばいいんですか、これ何系ですか、何系とかちょっと僕ようわからないんですけど、はい。そして列車ですね、なんかちょっとね、眠りにつきそうになってる間にですね、終点の豊橋に着いてしまいました。はい、これ急いで降りてますね、はい。早く降りないとということでね、早く急いで降りております。前にいるのはですね、旅人よっちゃんさんです。お誕生日おめでとうございますということでね、なんとよっちゃんさんは誕生日がお迎えられました、はい、おめでとうございます。はい、またね、なんかね、嫁ぎたいと思います。はい、早速降りていきたいと思います。はい、降りるとですね、はい、これ2階建てなんですよね。そしてね、これね、上にね、座席があって、下にね、運転室があるという結構面白い構造になっております。いやね、楽しかったですね。また皆さんもね、暇すぎる時はぜひ乗ってみてください。今回ですね、マックスバリュー、あ、間違えましたね、はい、パノラマスーパーのご紹介でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
そうだ。